ちょっとまず NTT さんってどういう会社っていう事業、一言で言うと、はい、人間を元気にするっていう、今ふるさと納税の人気商品の筆頭がリファなんです、うん、その9月に行って一番感じたのは、社長に数字が上がるプロセスが壊れてた。僕が CFO になるまで6人ぐらい寄ってたかって最初にこう紙を出してみたんですよ。ということで、また吉田さんよろしくお願いします。まあ、今回は、まあ、なんといっても、まあ、いろんなこれまで企業を渡り歩いてきたと思うんですけれども、ファーストリテイリングで CFO をしてたというところ、まあ、大昔ですけどね。ここはちょっとぜひ聞きたいなと思っていて大昔なんだけどね。当たり前ですけども、その時から社長は柳井さんでしたよね。そうですね、そうですね。どうやって吉田さんファーストリテイリングの CFO になった、まあ、逆に言うと採用されたというか。偶然です、偶然。いやいやいや、あの時はね、はい、まあ、今回あの日経からあのユニクロの本が出たでしょ。ああね、最近出ましたね。あれも早速読んで ものすごく面白かったんだけど、はい、あれの玉塚さんとか沢田さんの時代っていうのがすごくあそこに書かれてるでしょ、はい、ちょっといろいろあって玉塚さんとか沢田さんが抜けて、でその時柳井さんは経営の一線からは一時こう会長になって少し離れてた時期があったんですよね。あ、そうだったんですね。そうですよ、はい、玉塚に任せて。ああ、そうか、任せてね。うん、だそれこそもう本当大昔でしょ、あれ2005年6年の話だよね、うん、そ2005年ぐらいにそういうのがあって、で玉塚さんがまた外されて、柳井さんがもう一回経営に戻った時期だった。その時期だったの。だからある意味じゃあちょっとこう転換期だったんですね、はい、ユニクロにとっては、うん、でしかもファーストリテイリングがフランスでプリンセスタムタムっていう下着の会社と、コントワード・コトニエっていう服の会社、ね、はい、を買収したばっかりだった。あ、はい、だから何か柳井さんにも思うところがあって、そういうところにファーストリテイリングも多角化したいって思いがあったんですよね、うん、で僕はフランス語喋るんですよ。あ、知らない、全然知らない。てか英語喋れるのかもちょっと半信半疑で英語はね、あの英語喋れます。そうですよね。だフランス語が喋れて、で金棒の件ももう終わって、その時にちょうどそういう転換期で CFO もいなくてっていう、はい、それが非常に偶然が重なって、はい、なんかすんなり CFO になっちゃったんですよ。それが真相。ああ、僕お会いしたことないですけど勝手なイメージ、ものすごい嫌ないですよ。やっぱ厳しそうじゃないですか。だからこういう人じゃないと嫌だとか。いやいやいや、皆さんはもちろん厳しいです、はい、厳しいけどリーズナブルな人ですよ。あとはもう一つね、その時は確かユニクロが事業会社だったんだけど、それを事業会社ユニクロを切り出してファーストリテイリングを作ったばっかりの頃じゃなかったかな、はいはいはい、ファーストリテイリングとは今でもそうだけど純粋持ち株でしょ、うん、純粋持ち株体制にして、はい、ユニクロをいわゆるグループ会社の一つにして、うん、多分想像するに、その時の発想はその持ち株の下にいろんな会社を買収でこうぶら下げて展開していこうっていう、そういうようなことを始めた時期だったんじゃないですか。うん、そのフランスの会社を買ったんで、その PMI もあったんだけども、その持ち株会社に今度は連結とかやる経理機能を作らなきゃならないっていうフェーズでもあったんで、それは私が持ち株会社の中に経理機能を作りましたね、うん、連結機能、そういうことはまあできたので、そういうようなニーズがあった。だからニーズはあったってことです、はい、まだグループ管理体制にちょうど移行するタイミングだったっていうところなんですね、うん、というような、まあ、記憶をたどってみればそうですけど、まあ、あの時からもうどんどんあのユニクロはね、ファーストリテイリング変わって成長してますけどね、うん、それがタイミングですよね。なるほどね。単純に柳井さんってどんな方なんですか？ CXO から見る景色だとやっぱね、みんなが言うのと違うと思うので。まあ、あの当時の柳井さんしか知らないし、今の柳井さんももっとすごくなってると思うけど、事業に対する思い入れというか、あと服に対する知見というか、それはすごいですよね、うん、あとは物事の本質を捕まえる力。あ、はい、重要なことと重要ないことをこう、うん、瞬時に分けるセンスというか、うん、そういうところはすごいですよね。あ、まあ、3つ目はそこ、ね、最初のその事業に対して、まあ、すごい、ね、熱量を持ってやってるって、それはまあいろんな経営者さんいるなっていうのと、うん、あと服に関する知見はちょっと意外だなと思って。服はあの人は誰の人だよ、あれぐらいの規模になるともうそこは任せてっていう。いやいやいや、まあ今はそのとしてないかもしれないけど、あの時はもう週末にやるチラシの内容まで全部見てらっしゃったんで。あの時はって言ってもその時も売り上げ数千億です、ね、うん、6000か8000だったと思う、まあまあ、でもそこまでなってもユニクロのあのチラシを自分で見て、週末にチラシが出るでしょ、うん、あの当時はその月曜の午後にその出すチラシの内容を値付けとかあの風に全部チェックしてやってましたよ。意外とマイクロマネジメントなんですかね。もうそこはめちゃくちゃマイクロマネジメントです。あ、え、そうなんです、うん、なんかビジョナリーな感じで、いやいやいや、そうって言った後はもうめちゃめちゃマイクロですよ。あ、そう
いや創業者ってみんなそうと思うよ。商品とかのディテールとか完成度とか、はい、そういうのがめちゃめちゃ細かいですよ。それはみんなそうだと思うんです、創業者は。そこはすごく印象に残ってる。あえてもう一歩、そんな中でも他の経営者に比べてもここはやっぱり経営者の中でもここは特に違うなっていう部分ってなんかありますか？まあ、あんまり比べるほど僕は経営者ってのはあんまり知りませんけどね、はい、知らないけども一番違うのはシンプルだね、はい、生活がシンプルですよね。例えばすごい豪華なディナーを好むとか、はい、そんな場面に出くわしたことないし、地味な人だと思います。なるほど、そこの欲はあんまなさそうだと。もう欲ゼロですよね。目指してるところって何を目指してるんですかね。いや、なんかいろいろ言ってましたよ、最近もね、服で世界を変えるとか、最近 の、 あの40周年 の、 のご挨拶見ても、なかなかいろいろ喋ってらっしゃいますよ。まあ、なんか外向けにそれ言うのはみんな言うと思う。本当ですよ、あれ。いや、2枚じゃないよ。本当そうだよ。テレビでいろんなことおっしゃるでしょ、はい、いろんなインタビューで。はい、あの時に柳井さんがおっしゃってることって、うん、僕たちが基本的に社内で聞いてきてることと全然変わらない。なるほど。外向けの発言と内向けの発言がもうぴったり一致してるんですよ、うん、そこはもう間違いなく言える。でもそれは上場会社経営者の表向きと実は違うみたいなこと正直いっぱいあるんで、そこはもしかしたら、ね、そうかもしれませんな、うん、そこはだからそんなに無駄なことを喋れない人なんで、うん、我々に推してってたことと、あのテレビでいろんな人対談してるじゃないですか、はい、この前一郎対談したら栗山さんも対談してるの、はい、それ見てるんだけど、うん、全然変わんないですよ。その、まあ、6000億ぐらいの時から13兆、うん、もう本当に 10兆オーバーで、うん、当時からもうイメージできていますか？というかこの人なら行くなとか、この会社なら行くなみたいなのって。だから私が参加させていただいた時に、はい、2010年売上1兆円超えるっていうのことをおっしゃったのかな、はいはい、まあちょっとね、そう聞いても信じられないですよね、うん、だってまだその時は6000か8000ですから、うん、それはちょっと難しいんじゃないかと思ってて、ああパッと見たらもう今 2兆とか3兆ぐらいになってるでしょ、はい、すごいね。特にスタートアップ上場ベンチャー経営者、まあ、やっぱ1兆目指します、10兆目指します、見ている人みんな いっぱいいるんですけど、うん、実質創業オーナーでそこまで行ってる人、まあ、ほぼ存在しない。そういうオーナーじゃなくても日本ではほぼ存在しないと思うんで、やっぱ何がそんなに違うのかな。ユニクロというプロダクトだと思いますよ、はい、僕あんまり名前のこと言えないですけどね、もう離れて久しいから、うん、やっぱりユニクロというプロダクトにもとことんこだわって、はいはい、ユニクロと今あのね佐藤和代さんが作ったロゴ使ってますけど、あれを世界中に普及させて、あれが一つのブランドアイコンみたいになっちゃってるでしょ、うん、でとにかくユニクロ特化で攻めていくっていうことを決意した時点で、それをグローバルでも同じことをやるんだっていうところから現在に至る、それが それだけある、うん、まあまあ、でも当時もその、ね、フランスの会社買収してたりともグローバルでやるっていうのが大前提あったと思うんですけども、うん、その時でも別に、ね、その MA とかってユニクロブランドをグローバルスタンダードでっていうよりもこのブランドも当時はそこまでユニクロに振り切ってなかったような時期もあったような記憶があります。なるほどなるほど。例えばそのフランスの別のブランド買ってみたり、ちょっとそっちに振ろうとしてた時期もちょっとあったような気がします、うん、記憶があれば。ただある時点からとにかくこの会社の一番の勝負はユニクロなんだっていうところに多分決心されたんじゃないかな。なるほどね、そこからですよね、ユニクロの快進撃が始まったのは。だからその世界で、まあ、そのアパレルナンバーワンになるっていうのは変わってないけど、ハウというか、まあ、どうやるかはその海外の MA とかもいろいろやった結果、いろいろ試してユニクロでもう展開していくっていう、まあ、多分そういうこともいろいろお考えになった時期はあったかもしれないけどね、うんうん、ただ最終的にそういうところを経て、最後に我々がファーストリテイリングで戦える一番強いものは何かっていうところを、まあ、ユニクロしかないというふうにどっかで思われたんじゃないですか。うん、だって実際そうなってますもんね、もう世界中にありますよね、ユニクロはね、はい、だユニクロは MA もしてるけれども別に M&A で大きくしたっていうよりも基本 MA してないです。オーガニックで伸ばしていくっていう、 MA したのはだからその僕が入る前に買ったフランスの会社2社と、うん、あと僕が CFO だった3年間の間に MA は一切してないし、うん、その後もユニクロなんか大きな MA したっていうニュースは聞いたことがないし、うん、なんかシステムの会社買ったりしてませんでしたっけ？それはやっぱりあの有明に倉庫をなんかやれるときにいろんなあの自動倉庫したりする会社を路地として、はい、あ、そうですよね、路地機能の強化としてね、はい、ファンクションの強化としては買ってらっしゃるけど、うん、商売のためのブランド増やすとか商品を新しく展開するために MA をしたっていうのを僕の知るだけじゃないと思います、うんうん、そのあたりが今の
日本の1兆円オーバーの企業だと、もう M&A 戦略当たり前みたいな中で、ね、ある意味、まあ、それ戦略の違いでしょうね。うん、だってデンサーさんなんかね、そういうの M&A を重ねてあれだけ多くなってらっしゃるんで、そうですよね、どっちがいいとも言えないんだけども、それは経営者がどう決めるかと思うんです。柳さんはおそらくある時点からユニクロでもう世界で勝負していくし、いけるんだっていう覚悟を決められたじゃないですか。そこはね、逆に今だとむしろ新鮮に思いますね。うん、それだけやっぱりユニクロという商品の品質とか、そのユーザー選考とか、うん、これは世界中の人たちが受け入れてくれる服だってことに対して自信を持ってらっしゃるんですね。なんか柳井さんがから言われたこととか言ってたことで印象に残ってることってありますか？ CFO に関してみると、 CFO ってのはとにかくもう何でもしてなきゃいけないということです。はい、水だけじゃなくて CFO は全部してなきゃいけないというこというのだ。あ、それは事業も、そう、今の方がそうですよね。ユニクロのファーストの決算発表に出てこられる CFO の方って、はい、まさにもうタイトルの経営者としてあると思うんですよね。だから決算会見とか見てると、もう完全なもう柳井さんとの経営パートナーとしても会話をしてますから、数字だけじゃなくて事業も理解しろよっていう、まあ、何でも分かってなきゃいけないってことと、はい、その当時それが僕ができてかどうかは全然別として、もう一つはこれも今でも思い出すんだけども、 CFO っていうのは恐れられなきゃならないっていうところがあるのね。おお、はいはい、怖がらなきゃならないって柳井さんが言ってた。言われた。はいはいはい、はい、はい、それどういう意味ですか？それはずっとだからこう僕の中にはあってね、今までずっと、はい、どういう意味なんだろうと、はい、恐れられなきゃならないとどういう意味なんだろうと思って、怖いとかね、やたら怒鳴るとかね、パワハラするとか、そういうことは絶対ないんですよ。まあまあまあ、だからそのおそらく柳井さんが言いたかったことって、まあ、全部分かってると、だからこの CFO には嘘はつけないと思わせるということだなと思います。CFO というのは要するにもう何でも分かってるというふうに思えるぐらい自分が勉強しなきゃダメなんだよと言われたんじゃないかと今思います。あ、なるほど。今でもそういうんだけど気がしても、その時代に何か学んで、これは本当に自分も今後意識しようとか、これで新しい考えになったなみたいなことって何かありましたか？会計知識とかファイナンスの知識なんてものは、それは勉強すればね、うん、できるし、その時代に何か新しいスキルを得たっていうのもないかもしれないけども、今思うとコミュニケーションですかね。最初の話に戻るけども、いかに最初に人とつながってコミュニケーションを取って、人の気持ちっていうものをお互い通じ合ってっていうことの大切さってものはものすごく感じたことありますね。そんななんか全然イメージないですけど、柳井さんって人情派みたいな。いや、柳井さんというよりも、はい、やっぱり僕が何かやろうとしてた改革に対してできなかったことがあって、はいはい、その時の話です。あの当時っていうのはまだ駆け出しの CFO みたいなものがあったんで、はい、ちょっと改革を急いでみたいなものがあったんでね。あとは柳井さん見て学んだのは、現場がいかに大切かってこと。店舗に行ったりされるんですか？店舗は毎週行ってないですか？今でもそうじゃないですか、うん、現場を見ることがいかに大切かと。まあ月の目の話ですけど、当たり前のことなんだよね。だからさっきの話でほら店舗に行ってみたけど。ああ、なるほど、それがつながるんですね。そんな柳井さんもここはちょっと弱点じゃないかなみたいなところってあります。口下手ですよね。あ、そうなんですね。誤解することは多いんじゃない？ああ、口下手か。あんまり食べんな人はないから。なんかでもあれですね、確かに、じゃ例えば孫さんみたいに話してる姿ってあんまりイメージないんですよね。テキストでは見るんですけど、うん、社交的な方ではないと思います。あ、そういう夜、例えばなんか財界の集まりでパーティーに出るとか一切されないと思うし、今でもそうだと思う。そういう部分は人間らしいところですね。それは人間らしいっていうか、まあ、そういう性格だと思うけども、うん、それがためにこう誤解されたりね、うん、ワンフレーズ系のことを言われたりする時があるかもしれないけど、うん、その時にそう変にこうそういう解釈されるとかね、うん、あるじゃないですか。なるほどね。いやー、ちょっと柳井さんの話なかなか聞けないんで、ちょっとね、CXO やってた方からちょっと今度ユニクロがどうこうっていうちょっと柳井さんに興味があったんでお話を伺いました。ありがとうございます。まあ、とにかく僕は宣伝してもしょうがないんだけど、今回出た本は本当に内部にいた人間から見てもあれはフラットの本ですね。うん、なるほど。ちょっと読んでみます。知らないこといっぱいあったしね。はい、ありがとうございます。たまたま LVMH ジャパンの CFO になりましたってことはないと思うんですよ。それでいうとどうやったらそこまでたどり着くんですか、ね、ルイ・ヴィトンの社長が東京に来てたんですよ、あの時。そこで、まあ、この話ばっかりですよね。その社長たち決まっちゃったんですよ。金棒側に金棒が法人金棒そうですね、うん、財務責任者に入って何をその時はされてたんですか？いや、決算の5期やり直し。ああ、それか、うん、今すぐ会社を売却する予定がなくてもぜひサロンに入ってM&A そして IPO を勉強しませんか？将来必ず役に立つと思います。ぜひ M&A バンクサロンでお会いしましょう。